皆さんご機嫌いかがでしょうか。フレンドリーマッチ湘南ベルマーレ対ザスパ草津、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の試合なんですが、どういったところに注目されていますか。はい、総合的にはね、対照的な戦いをするチームなので、ちょっと面白い試合になると思いますよ。なるほど。さあ間もなく試合が始まります。さあ今試合が始まります。通りません。下がったボールは小川、タッチを割りました。ボールを入れるのはベルマーレ、佐藤。おっと、奪われた。左へ出した。ここで受ける、左、遠くへ蹴った。なんとどうだ。もう一度ご覧いただきます。惜しいですね。はい、まあ感じはいいんですけどね。ここは戻します。加藤ベルマー、今日の立ち上がりご覧になっていかがでしょう。ちょっとまだ探り合ってるといったところでしょうかね。ヘッドでつなぐ、これを返した。縦にボールが出て、あっと危ないプレー。この位置から蹴るのは加藤。佐藤、前へ、宇治井へ。下がったボールは浪谷。ああ、いいカットですね。速攻になる。これはタイミングが合いません。おっと、こういうところで早く止めた方がいいですよね。ボールを持っているのは鈴木。加藤、左に送って、ここに吉野。これは通りません。滝本、これはファールです。もみ谷、佐田、回してドリーズか。まもなく前半も30分が経過します。さあ来たぞ。ああ、もう一回今のシーンです。ああ、この辺りですね。ちょっと前出てましたね。左にはたいた、右にはたいた、フェイントを入れる。さあ今のところ0対0。見ているとこうディフェンスに行くのがちょっと遅くなり始めていませんか。そうですね、もう少し高い位置で止めてから展開させたいんですよね。はい、下げて、ここは斉藤、佐田、もみ谷、ディフェンスラインで回します。ドリーズか。もうだいぶ時間も経ってきたわけなんですが、いかがでしょうか。やや高いですよね。監督としてももっと強引に攻めさせてもいいかなと思ってくる頃だと思いますよね。ガットファールです。これをカット。そろそろ前半の40分を回ったところです。ここはつながりません。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。あっと、危ないプレー。ヘッドから、ここは山口、ドリーズ、そして佐田、キモリ、中央にいる。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。加藤、後ろへ下げる、回します。加藤、ちょっとこれは大きすぎた。ドリーズ、これは危険なプレーです。宇治井へ、下がったボールは斉藤。さあロングパスだ。ボールは後方へ下げて、ここは斉藤。
ここで前半戦が終わります。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、草津ボールポゼッションの検知から言うとそれほど悪くないんですよね。そうですね、まあ一瞬の隙を見逃さないようにしていれば得点に結びつくと思いますから、例えばチャンスエリアで受けた後の対応、アイデアをもう少し早めに出すと面白いと思うんですけどね。はい、後半どのような展開になるんでしょうか。前半が終わったところで0対0、両チーム無得点で折り返しています。今後半がスタートしました。このハーフタイムで選手の交代はありません。山口、佐田、パスをつないでいく、縦にボールが出ます。これは読まれていたようです。さあここで動いた、ちょっといい展開ですね。ワンタッチ、いいコンビプレーですね。遠くからいった、悪くないですよ。ベルマー、あと少しのところで得点になりませんでした。ドリーズか、小川、斉藤、山口、ボールを奪いました。坂本、今度は左から、ベルマーボールキープしています。佐藤、素晴らしいプレーだ。端からチャンスを作る、コーナーキックになります。初めてのコーナーからのセットプレー。さあここは狙ってますよ。さあこのクリアボール、ここから鈴木、今いける。佐藤、後ろにはたいた、下げて、ここは宇治井、小川、山口、右に回して、小川、斉藤、小川、後ろからのマーク、左へ回して、ここは吉野。時間は後半30分を経過しました。ベルマーボールを回します。さあ一気に前線へ送った、ヘッドで競り合います。大きく前方へフィード、梅田、坂本、さあ戻して、坂井、トリーズか、そして山口、小さく回します。あっとこれは通りません。ボールを入れるのは佐田、小久保、軽く出して、さあ後半40分を回りました。これが繋がらない、右へ出した。見ていて何と言いますか、やや膠着状態というふうに見えるんですが、確かに点を取りに行く形が作れてませんからね。お互いにディフェンスだけに集中しているというか、そんな感じにも見えてしょうがないんですよね。はい、誰か中にいればよかったんですけどね。入れれば勝ちとなる。さあいけるか、キーパーがしっかりとキャッチ。ここで試合終了のホイッスル。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。さあ北澤さん、今日の対戦を振り返ってください。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですね、では試合後のスタッツを少し振り返ります。さあボールポゼッションではリードしていたんですが、いかがですか。そうですね、よく動けてましたからね。味方の位置や状況をよく踏まえながら、次は確実に得点チャンスを生んでいってほしいですよね。試合を終えてみますと結果は0対0、両者同点で引き分けとなっています。そろそろお別れの時間となりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラでお送りいたしました。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さんまたお会いしましょう。